さあ、まるでゴーストタウンのようだ。モリガン配下の魔導士が抵抗した市民を虐殺したのだ。何してんの一体。ゴーストタウン、なんかバイオハザードの一マップみたいになってんのか。なんということだ。ひどい。ひどすぎる。なんか丸焦げになった人間がその辺にゴロゴロいてんのかな。あと家もボロボロだったりとか。この一枚は綺麗に見えるけど、後ろの背景。セイス、我が戦わねばならない理由が分かっただろう。まあ今まで、いろいろレヴィンは厳しく言ってきとったけど、ここでやっぱセリスの思いも 100% になるんかな。もうそういう、ちょっとした躊躇も許されん状態？そういうことやよね。帝国の支配では、善良な人々は生きてはいけない。これがロフト帝国のやり方なんだ。ミトロスへ通じる城門も間もなく開くだろう。どうするセリス。ここでやめますとか言ったらマジで面白いけどな。食い気味に。逃げますって。もちろんミトロスへ進撃する。子供たちが心配だし、それにユリアのことも。そしてその次はグランベルだ。よくぞ言ったみたいな。もうこういうの分かってた感じがするね、レヴィン。急にテンション上がりやがった。よし。じゃあ、次もいよいよじゃない？ここにユリウスとイシュタルやったよね、確か。うん。ここがミトレス、ミトレスへ送ったってなんか言ってた、そういえば。助かったと思ったけど、もう送られてんのか。じゃあここでも、生きたままもう焼かれとるってこと？こんな綺麗な白い城なのに。どうなるんかな。次の、このターンエンドかけたら多分わかるやろうけど。はい。ただ、ちょっとお休憩してきます。よし、お休憩いただいてきました。で、また若干日が経ったんですけど、あれやな、セリス、ヨカさんとタカさん呼べないって話やよね。で、この辺、そう、こっちとこっちを、左から道なりに制圧してもらって、こっちに行ってもらうと。で、まあ、今全力で上に行けばいいって話やね。で、あと、そう。忘れず、カイワルイもしてと、オイフェセリス、リーフアルテナ。リーフアルテナ。リーフどこだ？リーフ、ほか。もうあっちやるしかないよな。で、レスキュー大丈夫か？レスキュー。ちょっと直しといた方がいい。てか、お金手にやったっけ？1000ゴールドしかねえな。ここ取らせるか。1、2、3。3000あればまた違うんじゃないか。漢字の高さん、どうだ？結構溜まったか。サイエス、まあまああるな。今しのげば、結構、2500。ちょっと左下に行くのは間違いね。ここ取らせるか。ちょっとリーフがもう、金ないわ。シンプルに。これだけ。レイリア全力で左側移動しといてもよかったか。いや、エリートあればな、本当に。でもいいとこ上がって、力10もあるぞ。で、ここ入る。じゃあ、村行きますか。かつてロフト帝国と12聖戦士の戦いは、15年の長きにわたり長。15年で戦争あるってなかなかやけど。だって第二次世界大戦で10年くらいだっけ？確か。この大陸の全てを巻き込んで繰り広げられた。そして最後に聖者ヘイムによって暗黒神の決心、
皇帝ガレ17世が倒され、ようやく光が戻ったのじゃ。17世。いや、これのなんかスピンオフも見たいね。やってみたいかもしれん。作ってくれんかね、こういうなんかね、話だけの世界を。だが、暗黒神は再び蘇った。聖戦士よ、どうか我らを守りたまえ。おぉ。じいちゃんのために頑張ろう。で、オイフェジャンヌ詰めておくか。おい。あ、やべ、アレスラドネイチャついとるやん。あ、違う、嫁、人妻だったわ。リンダーミド大丈夫よね。あ、やべ、ここイチャついとるやん、確実に。ちょっと早くもう、回転待ちの行列がすごい。で、ソードマスター、デイジーも控えております。で、あー、レスキュー。一旦上、行くか?フェミナ。ありやね。ちょっと、25まで来たらもうカンストできるでしょ。で、マナちゃん行ってもらって、リブロ。マナちゃんもお金ない。あ、まあまああるか。解禁しようかな。ここまで来たらもう次のショー。うん。の闘技場でまた稼げるだろうし。よし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 。てか、本庄にすげえ人おらんかったっけ。全員転送待ち?あ、そうでもないか。で、シャルローは、あれ?杖がぶち壊れておる。あ、やばいな。やばいやん。やばい。で、一目で回復。まだちょっとかかるか。無駄に振っとく。結構来たな。すごいな、やっぱエリートワープ。無駄に一回振っとく。ただ、もう金ないしな。1、2、3。言うて、あー、ここに送れば、早いのか。シャナンとかも、そう、バルムか、稼ぎ、あ、てか、今からあれだ、ユリうっせんやんけ。ちょっと、シャナン急がんなんかもな。まあ、アレス俺もなんとかなりそうな気もするけど。ゲイボルグルもあるしね、ワンちゃん。そんなもんかな。じゃあ、次の、フェーズのイベントからやよね。おそらくユリウス・イシュタルが出てくるはず。もう覚醒するんだ。アルビスさん、ごつくならはって。イシュタル、久しぶりだな。元気か。なんか、この感じも優しいね。あ、ここで陛下。どうしてこちらへ?ユリウスのパパ。イシュタル、この城に集めた子供たちを解放しろ。この仕事はお前とて本意ではあるまい。しかし、イルス殿下のご命令が。ああ、このままなんか仲間になってくれてもよかったよね、アルビス。普通に敵としても死んでくよね、確か。仲間になったらちょっとエモかったのにね。ハンニバル枠に仲間になってくれてもよかったのに。イルスには私から言って聞かす。心配するな。しかし、これは命令だ、イシュタル。それだ、お前は皇帝である私の命令が聞けないとでも言うのか。いえ、そんなわけでは。実際、まだそこまでユリスの権力というかそこまでやるじゃん。まだ覚醒してないよね、ロプトウス。そろそろだ。おい、息子。嫌な威厳があるな。父上、勝手なことをされては困ります。イシュタルは私の部下なのですよ。ただ、やっぱ世間的な地位はやっぱり皇帝が最上級ではあるよね。ユリウス、貴様。父上はまだお別れにならないよ、ならぬようだ。もう、まあ、ため息のつもりが変だなと。はぁ、あ、もうお年だからそろそろ引退なされたらいかがです?それともまだ私を追放しようとでも思っておられるんですか?まだ覚醒しないから力ないやし、ま、ないやろうし、まだパワープレイなんかやれそうな気もするけど。
やはりビビってんのかな、アルビスパパは。年齢で言うと、一個下、一個下だ、違うわ。セリス2歳ぐらいの時に連れ去られ、そのまま、子供を作られたから、3個下ぐらいか、セリスの。おそらく14歳ぐらいか、じゃあ。大人編で言う、デューやよね。あの年か。めっちゃ年いってそうに、もうセリスのためぐらいに見えるよね。いや、お前に逆らっても無駄なことは分かっている。もう、何も言わん。年なのか。え、言うほどじゃね、40代やろ。え、結構年なの？え、40代よね。セリスじゃない。シーグルドが22、3から始まって、そのぐらい、やっぱ20代付近からの17年後だから、やっぱ40代よ、言っても。年だからって言われるの、40代で。ならば、こんなところでうろうろしてないで、自分の城へ戻られよ。こい。父へには、そうなの？おい、皮肉にもシグルドの城。父へにはシラフィー城の守備という大事な仕事があるはずだ。ああ。うわ、全然力ない。皇帝とは名ばかり。アルビス陛下も哀れなものですな。マンフレか。ユリアの様子はどうだ？記憶は取り戻し、あ、そうやった。連れ去られてたわ、そういえば。記憶は取り戻したのか？シラフィー城に捕らえておりますか？ユリアはすべて思い出したようです。一応ユリウスの妹ってことかな。幼い時、双子なんだっけ？そうなんだ。じゃあうまいこと、髪の色とか分かれて出てきたんやね。双子の兄である殿下によって殺されかけ。そして、母親の術によって、場外へ飛ばされたことも。あ、そうなん。あ、ディアドレ？ここでレヴィンが見つけてくれたってことやよね。ああ、そうなん。あれ、これ忘れとったな。そうだ。ディアドラは私が始末した。母ちゃん普通に殺した。自分の息子に殺されるとして、あの女をおとなしく運命に従った。なんじゃこいつ。こんなやばいやつだったん？母親への情みたいなもんなかったのか？だが、最後の力を振り絞って、娘だけは逃がしたのだ。もう中身あれか、ロプトウスってことか？ユリウスの中身が。ユリアはディアドラから長氏の力を受け継いでいる。殺さねばなら、手遅れならぬうちにな。そうやね。実際これ倒さん勝ったことによって最後、何もなかったらもうユリアでやるのが、やるしかないもんね。普通にやっても、普通にやったら絶対倒せんように作られとるけど、倒せんことないけどさ。ユリア実際死んだらゲームオーバーレベルな状態やもんね。しかし、ナーガの生死はバーハラに封印されているはず。あ、そもそもあれか。今までユリア死んだら、敵に捕らえられるっていう描写が出と、何もなかったよね、今まで。ユリアは死なせたことないはず。キャン何するのつって、なんか次の城に、まで、捕まるんですよ、その城に。で、制圧したらまた復活するみたいな。で、ナーガの戦士はバーハに制圧。なるほど。テートにあるのか。そりゃそっか。そもそもナーガの国やしね。ユリアにナーガ神が宿るとは思えませんが。ほう。マンフロイがまさかの、なんか甘い甘い感じやね。今までのこと思えばそういう、ね、憂いは立っといた方がいいはずやけど、何度も同じこと言わすな。長野決心、平明家の地はこの世界から消さればならぬのだ。逆の状態になっとるね。今までロプトウスの地がそういうことになってたのに。
わかりました。では我が配下に命じて殺させましょう。うむ、抜かれなよ。私はバーカに戻らねばならぬのでな。え、どっか行くんだっけ。は、ではこの地も我ら教団の者が総力を挙げて守ります。セリスを仕留めて殿下の御前に差し出しましょう。セリスか、民は光の王子と呼んでいるようだな。ふ、そして私は闇の王子というわけだ。もういろいろ周知されてんのか。完全に一応セリスはもう全体というかこの大陸全体で押されとるって話だよね。支持されとる。あとはもうこいつをやるだけってことね。共に王女ディアダルのことしてグランベルの王位継承権を持っている。あ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。あ、実際そうか。クリア後は、え、皇帝にあったっけ、セリスって。バカ者どもが喜びそうな話だな。あの小僧は殺さねばなりません。生かしておけば大きな災いとなります。奴は聖戦士バルドの力しか受け継いでいないんだろう。それでも十分じゃないのっけ。バルドの力しか。さほど心配することはあるまいが、まあいい、お前の好きにしろ。は、ティルフィングいつ来るんだっけ。おー、続くね。めちゃくちゃ長いな、このイベント。ギリス様、イエシャル、ここは暗黒祭どもに任せて国へ帰ろう。そうだ、ついでにお前と二人で遊びたいな。反逆者を一人血祭りにあげる。あ、これがあれだ、ここに残る理由というか、これが何も初見やったら相当な壁になるよね。どちらが早く仕留められるか腕試しだ。はい、わかりました。そういうことなら喜んで。すごい。最後のびっくりマークはもうなんか、イシュタルも、やばい子なのかな。あ、でも、アルビスと話しとる感じが出てきた。ちゃんとした子では、めっちゃおるやん。え？アミット、やばい。また出待ちし、また、やばい、失敗するぞ。このね、このなんだろう、新しくフェーズというかね、チャプターが変わったとき、増援速攻みたいになるの、マジで勘弁してほしいな。いや、アミットあれやな。え、てか、下のやつ動いたら死ぬんじゃない？アミット。また近くになんかおったぞ、ダークマージュ。あれもう動いたの？結構おるな。ああ。急に忙しくなったな。めっちゃおるやん。で、ユリウスイシタルね、トールハンマー。あー、この前より強くなっとる。こんなもあったっけ。連続待ち伏せ。あ、持ってやがる、もう。レックリング。うわ、指揮行。怒りって誰からもらったん？え？アルビス？追撃と追撃。追撃はアルビスからか？ユリア持っとったもんね。突撃とか。もう、絶対殺すまんやん。うわ、強いな。守備力も25あんの？うわ、強いわ。強いな。重さ12。魔法では倒せるように作られてんのが35もあるし、魔法。行こう。アサエル届くんじゃない？あ、やっと攻撃する時が来たわ。え、めっちゃ強くない？アサエル、何これ。え、27も食らうけど、なんで？敵が弱いだっけ。さあ、スナイパーさえろ。で、アミット食らっちゃった。あんまり深追いはできない。で、セ
セリス一気に出して、どう倒そうかな。セリスはもう使い物ならんし。嫁はんにいろいろ剥がされたからな。で、あ、デイジー届くじゃないっすか。見せたれ、見せたれ。ただやっぱ、四つ分ガンド持ち結構やらしいな。命中やたら高えもんな。さあ、ソードマスター、デイジー。必殺は？必殺は？なんで？こんなデンモン系。やば。あ、そっか。追撃に、え？追撃覚えたんだ。そうそうそう。うん、全然やれる。で、お金も手に入ると。いや、あの、クラッシュエンジン前の、あの状態が好きだったな。シーフ状態か。シーフファイターならなんかタイツ履くしね。回復しとくか。で、前出して、あんま前出すと、あれやな。あの、ベレー帽みたいな帽子は可愛いね。アレス、ロトルマン、リンダ。リンダ、魔法。あ、かなりあるね。あ、スリープ。この範囲入るとだるいね。ヘル。ヘル。ウヘル。フェンリル。嫌な布陣しとるな。今、奇跡的にかわしてるけど。なるほど。うかつり前出すとヘリでしばかれてフェンリーでとどめ刺されるパターンやよね。フェミナちょっと一路こっち行くか。案外海賊余裕。うん。こっちがひどくなったしな。ヘルぐらいかわせるでしょ。クラブな。嫌な布陣しとる。スリープとなんか、リブロ。銀。なんか、キモい布陣しとるな。うわ、ヘル。ボスは。リザーブか。式に。あ、なんか、追撃ついてる。何これ。敵もなんか進化してきとるな。シキニが流行ってきとるな。こんなもんか。そうね。ここはちゃんとお金欲しいやつに取らせたいし。とりあえずホーク、タカさん送りますか。ワープでホーク。で、こっち。若干離れとったか。一回じゃ届かん距離やったよね。レイリアちょっと前線に欲しいなぁ。なんとか、ユリウス、イシュタル戦、あ、届かない。ユリウス、イシュタル戦までに欲しい。あ、なししとくか。あ、いや、ちょっと待って、フィニキすぎ、フィニキすぎ、あれあ、馬のがいけるのか。なるほど。で、ここいつはついてもらって。で、リーフアルテナ。あー、もう一、どうせ詰まるからここでいいのか。じゃあ、お姉ちゃんに。姉上、どうされたですか？少しお疲れのように見えますか？まあ、今まで色々あったからね。ちょっと辛労がありそうやけども。アリオンともいろいろあったし。あ、リーフ、いいえ、なんでもないの。気にしないで。それならいいのですか。できた弟。私はできることなら、どんなことでも言ってください。あの世のお力になりたいのです。ありがとう、リーフ。実はね、アリオンのことを考えていたの。普通に、まあ、兄弟のあれもあるけど、女としても好きなんやよね、きっと。やはり、そうでしたか。アリオン王者何者かに連れ去られたそうですね。連れ去ったのはユリス王者そうです。あ、もういろいろ、ちゃんと、分かっとるやんね。まあ、そりゃそうか。あんな、
て、一応味方いてるときにイリウスが突っ込んできたんだっけ、うん、帝国のイリウスも違う。でも一体何のために、でもリーフも近くで見とったんじゃねえかな、あの現場。アリオン倒したときに近くにおったよね。多分、味方に引き入れるためでしょう。それでは、またトラケロキシャンとの戦いになるのですか。ええ、このままでは、私は残念でなりません。では、姉上、私は良かったと思います。アリオンが生かされてる状態がかってことかな。え、どうして？だって、アリオンは死んでいなかったのだし、それならまだ希望はあるでしょう。姉上、大丈夫ですよ。時が経てば全てうまくいきます。どうか諦めないでください。なんなんこのよくできた弟。セリスよりなんか主人公感あるな。リーフ、ありがとう。なんだか元気が出てきました。てかこんな敬語で喋るやね。姉ちゃん。よかった。姉への悲しそうなお姿は見てるだけでも辛いのです。あー、これ一番最初に出会った時の伏線回収的なもんなんかね。あの山で待機してるアルテナをゴマス先からね、悲しい顔しているっていう、あの描写、ここで回収したっぽいね。姉には幸せになってほしい。そのためなら私はどんなことだっていたします。おーで運一だけか。もうちょっとくれてもいいようなレベルのことやったけど、いいイベントでした。じゃあジャンヌ杖持たせたよね。馬で帰ってこれる人、ちょっとアミットがあれだわ。あ、山行ける。で、あ、ダークマージな。うわ、めんどくさ、ここ。あ、届いてない、ヘル。これはやる。ラドネイで行くか。ただ届いてしまうのか、ヘルが。当然、ラドネイなら買わせるんじゃない？仮にもラドネイやからな。倒せるし、買わしても欲しい。頼む、フォーレスター。倒せない？倒せないの？倒せないの？倒せないのか。オイフェ関節できたっけ？できない！できない、できない。できない。リンダ前出すしかない。ちょっと上のヘル倒したかったのにな。ここ経験値入らんのよ。せっかくらファイヤー使っとく。上のヘル持ちを、アレスで取ってちょっと帰っていきたい。経験値もったいない。ラドネ倒しといてよ。必殺、え、結構いっとるよね。82もあんのね。82ってことは32最低あって、そっから技の19乗っかるやろ。51、まあ、それでも半分か。で、盗賊団も倒せたって、勝手一文字すごいな、もう。じゃあ、ミストルティンで。必殺で、ルー、一発目に出しといてほしかった。オッケー。で、全然戻れ。全然戻れ。めちゃくちゃかかった。やばい。大丈夫かな。やばいか。やばいかなぁ。思った感じにならんかった。ジャンヌ・オイフェも、あ、セリス届くかな。ただ、イチャついとってほしいな。ここでいいや。トリスさんやばいやん。1しかね。あ、ヘル食らったんか。ヘル侮れんなぁ。この辺前出して、肉壁作るか。やべ、ヘルフェンリル決まったら死ぬしな。こん
なもんか。やべ、レイリアが。あー、一ターン損こいた。一ターン損した。こんなもんかな。ワープも使ったもんね。じゃあこれで。シャナンは、ま、間に合いそうにないか。あれっす。37%。あー、頼む。かわしてくれたらもう、オッケーなんやけど。オッケー。よしよしよし。あとはもう上のフェンリーで、食らっても大丈夫。で、ぐいぐい来るパターン。うん。こんだけまばらなら、カッコ撃破できそうやね。いい感じ、いい感じ。で、海賊さん、やっと上陸。で、ああ、ロドルバン前出しといてよかった。飛来神として、お仕事してくれるそう。48なら買わせる。鉄の剣。ロドルバンも銀持たせとるよね。OK。じゃあ、セリス前。あ、ちょうどオイフェの横。じゃあ、やっとこう。ここはなんだ?なんだ、今までの、ここの快進撃をねぎらってくれるかな?オイフェちょっと影薄いよね。もうほんと普通にレビン枠でなんか、ちょいちょい喋ってくれてもいいような気がするけどね。まあ、戦闘員としてのがメインなんか、今回は。聖様、ミトレス回帰を渡れば、そこはもうシラフィー広告です。